皆さんこんにちは。180日であなたの会社を見せる業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、図解で考える論理思考で会社にノウハウを積み上げる方法というテーマでお届けいたします。今日の動画ブログのテーマはちょっと長いですけども、これ実はセミナーのタイトルです。図解で考える論理思考で会社にノウハウを積み上げる方法ってことですね。経営者であればですね、優秀な社員が欲しいとですね、もうずっと悩んでるわけです。だけど中小零細企業であると、なかなかうちのような会社には優秀な社員は来ないもんだと諦めている社長さんも多いかと思います。で、そこでですね、ハローワークから採用できるですね、普通の人に下駄を履かせて優秀な働きができるようにするにはどうしたらいいのか、そのですね、方法をですね、なんとお伝えしようというセミナーです。最初に日時を言っておきますと、2016年の9月16日金曜日ですね、午後1時から午後5時までの4時間ですね、みっちりとやりたいと思っています。気になるですね、講師なんですけども、新潟県上越市に住んでいます有限会社テオリアの代表取締役池田秀俊さんという方にですね、お願いしています。この池田さんとは私、今年のですね、4月に、あるセミナーで知り合いました。だけど、その前からですね、Facebook 上ではずっとつながっていました。なので、こう、最初に会った時ね、実際会った時は全く違和感なく、あ、そういえば Facebook 上つながってますね、なんていう話でですね、意気投合しまして、結局、最後はですね、池田さん、新潟市でもセミナーやりましょうよ、ということになったわけですね。で、この池田さんのセミナーの特徴っていうのは、例えば会社の中に眠っているですね、いろんなノウハウとか資産っていうのはあるわけですよね。それは、ノウハウ化されてないものもあります。で、ある社員だけが持っているノウハウっていうのもあるわけですね。いわゆる、個人知っていうんでしょうかね。暗黙知とか個人知と言われるものです。で、それをですね、整理整頓して図解にすること。図解がポイントなんですね。見えるか、可視化。することによって、社内でそのノウハウを共有することができますよという話なんですね。ですので、このですね、なかなかこう、明文化したりとか図解化するっていうのは難しい作業で、中小零細企業ではなかなかできないことなんですね。しかしですね、これをやっておけば会社にどん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 ノウハウとか資産が、こう積み重なって溜まっていくということになります。そうすると何がいいかっていうと、ある特定の人しか持っていなかったノウハウが簡単に社内の全員の人にこう拡散、広めることができます。さらに新入社員の教育が非常に楽になります。その他もろもろあると思うんですけども、このですね、図解ですよね。明文化されてないとかね、なんかこうカオスの状態にあるものを整理整頓して図解化してノウハウを、として残しましょうというのが今回のセミナーの趣旨です。そしてこの池田さんはですね、おそらく図解ということに関しては日本一のですね、人だと思いますので、私が自信を持ってお伝えします。なんと常時ですね、1万枚のですね、図解のこのシートパワーポイントをですね、持ち歩いてるですね、恐ろしい人でございます。なんか USB に持ってるんだそうですけど、落としたらどうするんだって話もありますけどね。私もですね、池田さんからその、パワーポイントのですね、図解になったシートをですね、その CD を先日いただきましたけど、ちょっと拝見しましたけど、素晴らしいものでした。ですので、皆さん方、ぜひですね、この図解、頭の中を整理整頓して図解にして、誰が見ても分かるような形にするっていうね、こういったセミナー、図解で考える論理思考で会社にノウハウを積み上げる方法というね、9月16日金曜日1時から5時まで開催します。場所はまだ決まってないので、詳細が決まりましたら、またこの動画ブログでもお知らせしたいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。